おかしいってみんなで言わないと、そういう雰囲気を作っていかないと、ね、誰かが情報を操作してこれで誘導しようと思ったらどんどん誘導できちゃう社会になってるんですよって。そのことが本当に政治的にも危ないから、ね、だからいい例だから立ち止まって考えましょうって言いたいだけなんです、ね、最近もうねでも言わなくなりましたよね。で最近ね何かっていうと最近はね虫を食べよう虫を食べようなんですよ。あんま言ってると俺神奈川新聞の始めるよ、ね、今日も私財政委員会ってことで、ね、あの昆虫とかも輸入してるんで、まあ、そういうね税関の話とか関税の話だったからそれに絡めてコオロギのことを聞いたんですけど、やっぱりタンパク源として昆虫食は政府は推進する方針なんですよ、ね、でもまだねまだですよ、国民の声をこれから広く聞きますというふうに質問収集の中では答えてくれてるから、国民が嫌だとかそれはおかしいって言えばいいんですよ皆さん、ね、言わないからダメなんですよ。で言うためには何度も言いますよ、やはり立ち止まって情報をちゃんと数字見て、ね、騙されてなかったからとか誘導されてなかったからってみんなが気づくことです、ね、で安田さんたちもこれから市議会に入って区議会に入っていってそういったのを調べてもらいたいわけですよ。それぞれの地方で豊島区なんかおかしなことやってないかなとか、ね、政府の方針に従って都がこう言ってる豊島区もこう言ってるけれども、それは一人の政治家の良心としていろんな持ってる情報の中でおかしくないかと、でおかしいと思ったら参政党のメンバーは、ね、KY 空気読まないって言われたとしてもおかしいって言うんです、ね、そのために作ったのが参政党、ね、いやそこに我々の存在価値があるんですよ、ね、世論に迎合してマスコミの言うことに合わせて自民党におもねってやるんだったら政党なんか作る意味なかったんですって、ね、もっと言えば日本人が幸福でどんどん人口も増えて経済も安定していてするんだったら別にわざわざ安田さんも僕もここに立つ必要ないわけですよ。でしょ、世の中がおかしくなってて政治が変な方向に行ってると、ね、しかもどこの党も言ってくれないわけですよ、ね、なんか全然言わなかった、最近だって言う人出てきたけど、ね、遅いんですよそんなの、ね、そうある程度結果が出てから言ったって遅くて、わからない時にちゃんとみんな立ち止まって考えようって議論しようっていうのが政治じゃないですか。なんで国連とか政府に言われたらみんな右へ習えなんですか。そんだったら何百人も国会議員いらないじゃないですか、ね、一人総理だけいりゃいいでしょ。総理が、ね、国連とかダボス会議って決めてきてでこれやれって言って国民がイエスだって言ったらもうそれでいいじゃないですか、ね、それじゃいけないから700人も国会議員がいるわけですよ、ね、で権威が何て言ったかマスコミが何て言ったか国連が何て言ったか知らないけれども、我々は日本人で日本にはちゃんと文明があって科学者もいて、ね、研究者もいてそういう人たちの声で聞いたらどうも世界で言ってるのと情報が違うと、そしたら我々は立ち止まって考えてダメなものはダメだって言おうというところに国の自立とか独立性っていうのがあるんじゃないんですか、ね、そんなの国際機関が言ったからとかアメリカに言われたからとかですね、国連で言ってるからってそれで決まったら日本政府意味ないじゃないですか。何のために僕たちはこうやって選挙やってるんですか、政治やってるんですか。みんなで議論するためでしょ、考えるためでしょ。それをやろうって言ってて、ね、それを陰謀論だカルトだとか言って風圧したりとかですね、妨害したりしてですね言論風圧する、それおかしいって僕らずっと言ってるんですよ。僕ら他のことや、いや他の党に対してそういうことやりませんから。もちろん政府の政策とかはおかしいって言いますよ、ね、責任ある立場の人たちに対しては言うけれども、ね、そうじゃなければ我々は我々の主張してるだけです。そして皆さんに考えてほしいんです、本当に何が正しくてどうすべきなのかっていうことを。で皆さんね、もう結構夜だから大人の皆さんでしょ、で、まあ、子供も少しいてくれるけれども大人が考えてなかったら子供たちに考えろって無理ですからね。大人がもう右へ習いだったら子供たちも右へ習いになりますよ、ね、それで子供たちがもうマスク外せないとかになったらかわいそうだって言ってるんですよ僕たちは。だから我々一人一人が考えて自分が正しいと思う意見はちゃんと言う、ね、最初は叩かれますよ。いや僕なんかもうそんな人生ですよ、二十歳ぐらいからずっとですね海外行っていろいろ気づいちゃったから、ね、おかしいことはおかしいって言うんです、ね、
らあいつは変な宗教入ってるとか言われるわけですよ。僕らが名前に神様と宗教とお金がついてますからね、漢字の中に教祖みたいな名前なんですけど、僕は別に宗教を作ってないし、僕は特定の宗教が入ってなんかしてるってことはありませんね。けど自分の意見を言ったらそういう風に叩かれるんですよ。同調圧力ってやつですね。この国は、我が国はそれが強すぎる、ね、でもそんな中においてもやっぱりおかしいものはおかしいっていう集団が必要、ね、でもちろんその中で我々間違ってたこともありますよ。情報がちょっと間違ってて不正確だったら嘘つくつもりはないですよ。意図的に嘘を流すことは一回もないけれども、ちょっと情報が正確でなかったこともある。でもそこは修正していくわけですよ、みんなでいろんな情報をもらってね。そうやってみんなでこう検証していって考えていくところに政治の醍醐味があるし、そのために議論するわけですよ、ね、そしてそうやってより良い社会を作っていくために本来学問であるわけですよ。じゃ今の学校でちゃんとそういうね学問やってますかって、これからの社会の状況を見据えてみんなでどうしていくべきかっていうことを議論してますか。もう学校でやってないんですよ。そこにも我々は問題提供していて、だから参政党は票になるならない関係なく政策の一番に教育が大事だって書いてあります。とにかく多様な教育をもっともっとやりましょうと、ね、今なんとか無償化無償化ってね、教育もどんどん無償になってる。それ自体は別に悪いことじゃないかもしれない、貧困の方もいらっしゃるから。けど怖いですよ。ただほど怖いものないですよ、ね、無償化っていうことはそれなりにですね枠はめられるわけですよ、ね、あの旅行打ったら割引になると一緒ですよ。打った人だけは割引、ね、僕一回も割引してもらってない。不公平ですよね。教育もそうじゃないですか。国が決めた通りにやった人は無料、そうじゃない教育を受けた人は全額自己負担。それもおかしくないですか。子供の価値って一緒じゃないですか、ね、子供に応じていろんな教育を受けたいってニーズあるわけですよ。朝から晩までみんなと同じように時間割に縛られて机に座って勉強したい子ばっかりじゃないんですよ、ね、外国のお子さんもいるわけですよ、外国人のお子さんも。だからそういう子たちにもね、いろんな、もちろん日本人がきちんと税金だからね、日本人優先ですよ、けどもいろんな子がいるんだから、その子に合わせた教育の場所をね作っていく必要があるでしょって言ってます。そしていろんな考えの人間がいていいんですよ。日本人はねちょっと考え方がねまとまりすぎている。みんなが、ね、均一になりすぎてますよ。もっといろんなことを考えていろんなことを言う人間が必要です。そうじゃないと新しい企業生まれませんよ。政治も変わりませんよ。メディアも変わりませんよ。結局ね、ありがとうございます。みんなが右へ習いになっちゃってるんですよ、今の社会。そしていい方向に右へ習いじゃないんですよ。高度経済成長みたいな時代じゃないから。今右肩下がりなんです。全ての数値が上がってるの医療費ぐらい。人口減って経済ダメになってね、あ、病人も増えてますね。だから病人増えてから医療費上がってる。それだけですよ、数字ね。だからこのトレンドを変えないといけないんですよ、どっかで。でも今のままいくと反転する可能性ありません。なぜならみんな同じことやるから。同じことやって結果が右肩下がりなんですよ。違う動きをする人たちが必要でしょ。企業なんかそうじゃないですか。でベンチャー企業なんて大企業と違うことやらなかったら、大企業と同じことやったら大企業に全部吸収されるでしょうが。政治もそうでしょ。政治だって自民党と同じことやるんだったら、立憲民主党と同じことやるんだったら作る意味ないんですよ。だから私たちは、ね、多様な民意の受け皿を作るためにベンチャー政党として参政党を作っています。何か今社会がおかしいと、どうも何か、ね、今まで流されてきた情報だけを信じてたら、学校で学んだこととかメディアで言ってることをそのまま信じてたらおかしくなってると、ね、亡くなっちゃった方もいらっしゃいますよ、ね、それだけじゃない。なんでこんなに日本は医療費を使ってるのに病人増えてるんですか、ね、なんで海外は犯罪とか減らしてるのに日本は犯罪増えてるんですか。なんで海外では使えないような農薬とか化学肥料が日本では使えるんですか、ね、これね全部情報でやられてるんですよ。さっき渋谷でも話した話もう一回しますけど、先日僕アメリカ人のマイケル・ヨンさんというジャーナリストと会ったんです。で彼はもう、ね、アメリカ人だけど僕は初めて会ったんですけど、まあね、あのメッセンジャーのやり取りとかしてて、メッセージのやり取りとかしててですね、で問題意識が一緒なんですね。でまあすごい褒めてくれましたよ。日本の政治家で俺と同じようなこと言ってあんただけだと。でもね神谷君って教えてくれたんです。
個々の論点で戦ってちゃダメだと。だとか、で、例えば問題だとか、まあ、池上さん慰安婦問題とかやってくれてますからね。それから、コオロギだとかですね、いろんな論点あるでしょ。これ一個一個で戦ったらダメなんだと。これ全ては情報戦なんだと。大元である情報がねじ曲がってるよと。つまり情報をうまくコントロールされて手のひらの上に踊らされてるというふうに理解しないと、ね、この戦い負けるからねと。でアメリカ人は結構、ね、気づいてきたけれども、とはいえまだ少ないと、ね、だからアメリカだけで戦ってももうそういう情報をコントロールしてる側に勝てないんだと。だから、ね、アメリカのカウンターパートになれるような国はもう日本しかないんだから、日本の情報戦をなんとかしてくれよと、ね、期待してるよって言っていただいたんですね。僕はね勇気もらいましたよ。そういうことなんです。つまり日本ではまだ参政党しかこんなことをね言ってるのはないかもしれないけれど、もうアメリカではそういう活動が日本よりも随分広がってるんですよ。ヨーロッパでもそうです、ね、だからそういったところとこれからどんどん我々は安田さん含めて議員を増やしていって、国会議員も増やしていって、今僕一人なんでなかなかね一人でもうねもう選挙官能みたいではないからですね、なかなかいろんな人と手を結ぶことはできないんだけれども、とにかく数を増やしてそういった外にいる人たちとちゃんと手を結んでいくことです、ね、で国内だけでドメスティックにやってるともう情報封鎖されちゃうから、ちゃんとそういったね海外の指揮者も呼んでね、そういった海外の権威者も呼んでですね情報を発信してもらいましょう。参政党はそういうプラットフォームになりたいんです、皆さんの、ね、一人でできないじゃないですか、ね、お金もかかるし、でさっき僕も言いました、僕なんか国会議員にならせてもらってるけど、でも全然足りないですよ、自分のマンパワーが、時間も足りないし、いろんなことやらないといけないから。だからそこに人が集まってチームを作るんです。でみんなで理念でつながるんですよ、ね、お金とか、ね、権力でつながったら、権力がなくなったらやめていきますでしょ、ね、昔自民党が強かったけど、自民党が民主党に負けた時に自民党から割れて維新の会とかできちゃってるわけですよ、ね、そうやって権力がなくなると離れていくと言います。ね、お金がなくなって離れていく人もいますよ。お金なくなってお金を取り合いしてる人たちもいますよね。そういうことをやってたらなぜ続かないんです。参政党は、ね、哲学とか理念でつながりたいと思ってます、まあ、こんなこと言うと宗教だなんだかって言われるかもしれないけど、けれども一番大事なのはそこなんですよ皆さん。理念とか政策とかが一致してなかったり、人間同士の信頼関係がなかったり友情がなかったりしたら絶対この戦いませんから、続きませんから、はい、だからね本当に党員の皆さん頑張っていただいている役員持っていただいている皆さんには申し訳ないけれども手弁当なんですよやっぱりね。で、ね、まあ、議員であれば歳費はいただけますけども、でも参政党の議員はこれも安田さんにもはっきり言っとかないといけないけど、他の政党の議員よりもしんどいですよ。はい、しんどくなります。まず議会はちゃんと出てもらいます、お金と一緒に。けれどもその他にも僕らと一緒に勉強しないといけないから、とにかく参政党の議員には勉強してもらいます。いっぱい勉強しないといけません。まず豊島区政のことは当然です、それはもう自分でやっていただくと。その他にやっぱり歴史学んでもらわないといけません、ね、それから国際情勢も学んでもらわないといけません、経済の仕組みも学んでもらわないといけません、社会保障とか福祉のことも学んでもらわないといけません。豊島区のことだけじゃダメです。やっぱ国の制度が分かってないとダメだから。だから実際にですね、名前出して、これいい例だから出していいと思いますけど、松戸でですね当選してくれた杉原舞さんっていうのは非常に熱心な市議会議員さんで、自分の松戸の政治とは別に今ちょくちょく永田町に通ってきてくれて、僕らと一緒に官僚のレクを聞いてくれてるんですよ、ね、そして今国が何をしようとしてるのか、ね、省庁が何をしようとしてるのか、自民党が何をしようとしてるのか、そういうことを一緒に聞いてもらって、そしてそれを落とし込んだ上で松戸の政策を考えてもらっています。参政党はそういうことができるそうです、ね、でまだまだこれから大きくなっていきますから、スタッフもすごい一緒に勉強してます。だから安田さんにもぜひ豊島の区議になっていただいて、近いですからもうすぐ来れますから、一本で来れますから長野町まで、ね、有楽町線で、ね、来ていただいて一緒に勉強しましょう。そしてそこで学んだことをこうやって街頭で皆さんに伝えてもらいたいんです。だってね、僕今一生懸命頑張ってるじゃないですか、吉野さんも頑張ってるじゃないですか、松田さん、武田先生、赤尾さん、ゴレンジャーって言われてるんですけどね、でも5人じゃ全然足りないんですよ、日本国民1億2000万人情報届けるには。だから我々はこれから安田さん含めて
210名の皆さんになんとか選挙勝ち上がってきていただいて、そして皆さんにまず勉強してもらう、大変だけど勉強してもらう、そして今度は国民の皆さんに、党員の皆さんに情報を伝えてもらって、まず理念の共有ですよ。なんで参政党っていう党を作ったのか、なんでこの人たち集まってて何をなそうとしてるのかですね。目の前の損得はそんなにありませんよ。参政党入ったって別に利権があるわけでもない、お金がもらえるわけでもないね、なんか甘い汁はないですけれども、けれどもですよ、10年20年のスパンで見たらもっともっと大きなねものが手に入ります。それをですね、ぜひ一緒にやりたいと思います。8時になったということで、はい、まあ、あの選挙期間中じゃないんで別にはあれなんですけど、まあでもあの一応8時と通告してたので、そうそう締めたいと思いますが、そういったことをですね、これから安田さんたちと一緒にやっていきますね。だから選挙始まったらまたこの場所に立つと思いますので、ね、ぜひ安田さんの訴えとか僕たちの訴えを聞いてください。そして今日初めて通りかかって参政党見たよという人は、今日僕が言ってることが本当に形になってるかどうか半年一年見といてください。ちゃんとやってなかったら相手は嘘つきだと言ってもらって結構です、ね、でもちゃんとやってたら、ね、僕たちがテレビと違うこと言ってても政府と違うことやっててもしっかりとですね認識して、ね、あの我々の方向をしっかり見極めていただきたいと思いますし、信用できるなと思ったら仲間になっていただきたい、そう思います。この豊島区では、ね、安田さん頑張りますんで、ぜひ皆さん安田シーン覚えておいてください。ありがとうございました。 NHK 党の報道について何か一言を。最後に賛成党コールというのがありますので、あんまり大きい、もう夜なんであんまり大きな声出しませんが、せーのと言いますので、1、2、賛成党とご紹介いただきたいと思います。いきます、せーの、1、2、賛成党。ありがとうございました。ああ、M 党について語ってほしかったな今日もな。うるさいから。